2016年1月24日、突如としてこのような書き込みがなされた。割り込んですみません。20、30代男性にお聞きしたいです。夫は肉が好きで魚と野菜が嫌い。一番好むのは丼物です。本人曰くカレー、カツ丼、牛丼、親子丼、唐揚げ丼のローテで構わないそうです。そこに日替わりの味噌汁、できれば豚汁、がつけば第五地層だそうです。魚はお寿司なら食べます。お刺身だとあまりいい顔しません。焼き魚、煮魚は 100% ダメで、瓶詰めの鮭フレークはおにぎりにすれば食べます。結婚前は週に1、2回しか一緒に食事しなかったので、いつもお肉しか頼んでいないのに気づけませんでした。私は肉も魚も好きで、できれば週に1回くらいは魚が食べたいです。私が想像した、男性が好みそうな揚げ物、アジフライ、キスの天ぷらなど、を作って出してみたのですが手をつけてくれませんでした。じゃあなんならいいの?と聞いても、料理に詳しくないからこれ、とは言えない。出されて、見てからでないとわからない。と言います。男性がこれなら食べる、という魚料理を教えてください。28男だけど、そういうやつの価値観は男とか年齢とかで測れるもんじゃないからわからん。それは性別は関係ありません。あなたの旦那が幼稚なんです。そしてあなたが甘やかすから変わらないんです。子供ができる前に、自分が妻ではなく母親になっていることに気づきましょう。いざ子乳幼児抱えて、さらにでかい子供の面倒も見なくてはならなくなってから現実に気づいても遅いですよ。一生ママンの料理食べとけ、と言ってもいいおっさんだな。そんな食生活続けてたらハゲメタボになりそう。普通の男性ならフライや刺身でないご馳走だと思う。あなたの旦那みたいに偏食のひどい人に合うかどうかはわかりませんが。マルヒロミ魚の骨なしをサイコロ状にしたのを、塩コショウで唐揚げにしてケチャップ、ウスターソース、砂糖少々と水で調整したソースで和える。素揚げにしたジャガイモと人参とピーマンも本当は一緒に和えるけど食べなさそうならなしで。丸骨なしサーモンをグラタンに、丸イワシかサンマの開きの骨を取ってかば焼き風にして丼にする。丸魚ミンチにしてハンバーグとか。昼食メニューも本なんか参考にしたらどうでしょう?一致です。です、ありがとうございます。そうなんです。若いうちは丼物プラス肉で行くても、そのうち検査の数値に現れてきそうで。骨のある魚、特に小骨の多い魚はもってのほかです。本人は太らない体質なこともあり全く危機感がないようです。私は青魚が大好きで、特にアジフライは男性でも好むと勝手に思い込んでいたので、手をつけてもらえなくて衝撃を受けてしまいました。そしてあなたが甘やかすから変わらないんです。甘やかさず、いらないなら食べなくていいよ、というとお菓子を食べて夕飯を済ませてしまうので、できれば食べてほしいんですよね。給食メニューの本なんか参考にしたらどうでしょう?レシピありがとうございます。グラタンは食べてくれるかもしれません。イワシのかば焼きは以前作ったのですが食べてくれませんでした。野菜は、ダルビッシュが食べてるよ、と言ったらブロッコリーは食べてくれるようになりました。そこに、お野菜とお魚食べた方が加齢臭の予防になるよ。も付け加えてください。それ今度言います。そういえばワカメのお味噌汁は、ハゲ予防だよ、と言って食べさせてます。ハゲ予防って言葉が効くならブロッコリースプラウトがいいよ。ハゲに効果あり。ただ何かの番組で紹介されたらしくて品薄だけどね。3日に1回食べれば効果持続するらしい。魚を食べさせる知恵は皆さんが書いてることで十分。ブロッコリースプラウト、私も食べたことがないです。ハゲに効くんですね。夫はまだハゲてませんが、に聞く?って言い続けるしかないかもしれません。愛情があってよろしいことで。これを言うと多分叩かれそうなんですが、新婚旅行から帰ってきて一番最初の夕飯で、魚屋さんで新鮮なイワシを見つけたのでヌタを作って出したんです。今思うと、これは魚好きの人でも難易度が高かったと思います。夫は、生ゴミが出てきた、と言い、それから私の料理に不信感を抱いてしまった気がします。いや、普通に食べるよ。ヌタとか飲み上げもなければ面倒でとても食わないと思うから料理上手でいい嫁さんだと思いそうなものだけど。自責的な性格みたいね。周りに愚痴をこぼせる知人とかいないの?結婚で実家離れた?生ゴミを出された?とか普通の頭した人間だったらゴミ箱から直接出されたもの見ないと言わないよ。何かちょっとおかしい気がする。発達障害とか。ありがとうございます。確かに結婚して地元から遠方に来ています。なぜわかるんですか?愚痴はメールで友人に軽く言いましたが、好き嫌いは誰にでもあるから工夫だよ。とみんな言います。
そんな好みしてるぐらいだし旦那さんは料理しないんだよね。抜きでも、生ゴミが出てきた、なんて発言はないよ。太ってなければ健康なんてのも抜きすぎるよ。愚痴の内容、友達とだべっていればおかしいと気づいてそこまで自責的にならない。あとこの人の言う通り内臓脂肪ってのがあるから痩せてても中は。ってことよくある。生ゴミって、それ面と向かって言ったの？旦那頭おかしいわ。それでも愛情持って接してる奥さん尊敬するレベル。生ゴミは面と向かって言われました。確かにヌタって知らない人が見たら、夫はヌタを知りませんでした。生ゴミ風かな。と思いスルーしてしまいました。麻痺してるのかな。内臓脂肪等についてはこれから30代、40代になると本当にまずいと思います。私が出張などでいないとビールとお菓子で夕飯を済ませてしまう人なので。一番すごかったのは、夕飯がビールと雪の宿、おせんべい、1袋、という時でした。自分を責めるというか、私が何とかしないと、と思っていました。レスをいただいてなんだか色々考えさせられました。なんか、旦那の味覚を育ててこなかった義母が一番悪いんだろうな。本来なら母親がやるべき食育を妻がやる感じになってる。一度ガツンと言うしかないね。それかもう健康診断した時数字で悪いものが出るまで放っとくか。ヌタ作ってくれる嫁なんて、なかなかいないよ。私女だけど嫁に来てほしい。焼き海苔かじって焼酎飲んでるんだけどさ。旦那さん、食育、って言葉さえ知らないんや。元凶は義両親なんだろうな。はっきりとあなたの結婚するまでの食生活は異常なって言ってみるとか。私の感覚がおかしくなっている気がしてきました。友達にレシピの工夫とか、夫の好むものを出したいという相談はしていましたが、そういえば生ゴミと言われたことや、フライを手つかずで無視されたことは、友達に言っていませんでした。多分無意識に、変な見栄があったんだと思います。ヌタは、自分が海辺の生まれで、生食できる鮮度のイワシ、刺身かヌタだったのです。そんなに難しくないです。三枚におろせる人なら誰でもできます。このレス打つの20分ぐらいかかってしまいました。頭がごちゃごちゃしています。あなたが食事を工夫して食べてもらえればいいとかいうレベルの話ではない気がするよ。食事の好みが違うだけなら個人の好き好きで片付けられるけれど、好みが違ったり自分の口に合わないからって誰かをバカにしていいわけじゃない。食事だけの問題ではない気がするんだけど、旦那さんは食事以外ではむちゃくちゃ言わない人なの？夫は基本的に口数の少ない人です。食事以外の時は、どっちでもいいよ、という感じです。食事の時もそんなにガーッというわけではなく、これいい、いらない、食べるもんないなぁ、という感じで切れたりはしません。食べもせずにゴミ扱いするやつは許せないわ。新婚だから頑張ってるんだろうけど、こんな男にはしっかり生命保険かけて好きなものローテーションでいいんじゃないかと。ちゃんと愛情のある仕草取る？あと、どっちでもいいというか、あなたが結局すべて決めてるってことはない？決めなきゃいいってものじゃない。本当に、にゃあ自分で作れ。か、一生ママンの料理食べとけ、でいいレベルだね。義両親と旦那さんはどんな関係なの？親戚に同じような人いるから他人ごとに思えないんだよな。旦那さんが魚嫌いで肉と酒が大好きで、奥さんが尽くすタイプのお料理上手で、50歳過ぎて内臓あちこちボロボロになって入院手術の繰り返しで奥さんがずっとお世話してるんだ。奥さんも辛労で実年齢より内部老けてるよ。愛情のある仕草ってどんなんでしょう？スキンシップはあると思います。どっちでもいいって言われたら、私が決めたり、彼がやっぱりそっちじゃない方がいいって言ったら、そっちになったりです。義両親は不干渉な人たちです。きつい言い方をする人もいるし、実際自分もこれまではそうだったけれど、それだけだったら旦那さんは単に気が利かない人なのかもな、という気もする。試しに、受け付けないかもしれないけれど、一口くらいは食べてほしいし、ひどいことは言わないでほしい、と言ってみたら、混乱しているみたいだから、少し落ち着いてからことを進めた方がいいと思うよ。ありがとうございます。ちょっと考えて落ち着きます。うちの旦那はお子様下だったけどメントルに従って肉好きから魚好きにシフトしたな。外食するときにちょっといい和食の居酒屋なんかに行ったりグルメ番組見せたりするといいかもしれない。うちのはファミレスや食べ方が大好きだったけど、太らない体質。お調子者なので評判の店とか言うと興味津々でついてきたから魚系のつまみで慣れて家でも食べるようになったよ。食費が高くなったが。まさに夫はファミレス大好きな人です。結婚前、デートは毎回ファミレス系でした。楽でよかったけど。
それで別々のものを毎回頼んでいたから、夫が肉ばかり頼んでいるのに気づきませんでした。夫は自分が料理しない人だし、自分の知っているもの以外に箸を伸ばすのが抵抗あるタイプなんだと思います。まずは私の作るものに抵抗を感じなくなってもらわないと始まらないのかな、という気がしてきました。義両親は共働きで忙しくて、子供に手をかけられなかった、とご自分でも言ってました。義実家へお邪魔するといつもてんやものなので、夫家の味はそういえば知りません。長々と居座ってすみませんでした。皆さんのレスで、なんだか整理されてきました。夫のこと、義実家のこと、自分との関係を改めて考えてみます。今夜は夫が不在なので軽い気持ちでネットで相談してみたら、思いがけず親身になっていただいてしまい、一人になって整理してみます。落ちます。ありがとうございました。いい方向に進むといいね。閉めた後で悪いけど、私は自分が食べること大好き、料理まあまあ好きだったので、休みの日なんかに買い物に一緒に行って魚とか選んで料理方法もどうしたいか、これに合うのはどういった調理かみたいな話もした。知識だけは私は漁村の生まれだからあった。結婚した当初は食事に興味ない、魚料理は箸もつけない、リクエストを聞くとオムライス、ハンバーグ、カレーばっかりだったんだけど、案外慣れると思うので前向きにどうぞ。それから1年弱経ち、一致からの続報が上がります。一致です。書き込みした後、半年くらいして私が鬱になってしまい、離婚しました。最近やっとネットできるようになったので書き込みします。元夫に、またゴミ作ったの？金の無駄だからゴミ作らないで、と言われることが続き、料理ができなくなってしまいました。元夫は、軽い冗談、からかっただけ、と言っていましたが、元夫が好きな生姜焼きやとんかつでも、数回噛んでから、おえ、と口の中を見せるという悪ふざけが続いて、何を作ればいいのかわからなくなり、朝起きようとしても体が動かなくなって、鬱と判断されました。離婚が決まってからは前の優しい夫に戻りましたが、機械的に月曜イコールハンバーグ丼、火曜イコールカツ丼と決まったメニューを出し、期日通りに離婚して去りました。元夫からロミオメールは全くなかったです。バツバツ店でカレーを食べたらまずかった。まるまる店でカツ丼を食べた。まずかった。と食べレポのようなけなしメールが週1位に届き、気分が悪いので着拒しました。今は投薬でだいぶ、回復しています。当時レスしてくださった方、ありがとうございました。遠回しなゴミをメールだよそれ。一番の生ゴミ廃棄されたのですね。私ならとっくの昔にブチ切れて愛想尽かしてるに違いない、偉いな、愛だなぁと。それでもいつか愛が枯渇する、その前にやまなければいいが。とも、想像以上に頭おかしいアホだったようで、本当に辛い目に遭われましたね。あなたのような愛情あふれる頑張り屋さんにふさわしい素晴らしい男性が現れる、その時までご自愛ください。覚えてるわ、肉資格はないなんな。将来きっと病気抱えて大変になるだろうなぁと思ってた。そんなのを一生を世話する羽目にならなくてよかったのかもしれないけど、辛かったね。どうぞお大事に。以上で終了なのだ。最後までご視聴ありがとうなのだ。よろしければコメントを書いてほしいのだ。チャンネル登録、高評価もお願いなのだ。バイならなのだ。